なんで逆からそっちから来た？そうですね。いや違うんです。今ちょっと先にお店行ってきて。あ本当？ええー。あの顔出し OK だそれ。あ本当？あよかった。あれテレビも出たの？え？テレビ出たの？なんかそうですね。で昨日ラジオでもなんか取り上げられてた。あ本当だ。TBS TBS ラジオ放送中。今だけだもんね。朝ラテに。今だけだもん。そうですね。朝ラート。なんか売ってんだね。朝ラー始めました。全部牛骨は牛骨なんです。そうですね。ベースは牛骨切ってます。すみません。よろしくお願いします。はい、来ました。じゃあ楽しみですね。行きましょう。どっかで見たことある風景かな。ボブとこれが久保さんということで。これがワンコインですかね。それがそれの朝限定の下サブラありますけど、これやっぱこれだな俺は。A って書いてあったよ。 A これ限定 A。 あダメだもうセンスね。こちらですね、限定 A。 限定 A、 あービール飲みたいけど今日は我慢。ご飯朝からあるの？マスター、そしてご飯類あるんですか？ああやる気満々ですよ。やる気満々、すいません。じゃあ俺これでお願いします。あごめんなさい。はい、はい、よろしくお願いします。さらにお久しぶりですね。お久しぶりですね。どうですか？大谷問題についてはどう思いますか？やっぱ流行りっちゃ流行りなのかな、朝ラーは。そうですよね。7時ぐらいからかな、朝ラーってね。だって武蔵は6時からやってる。6時から？6時から。そんな時間からラーメンは、ね、山岡がやってるぐらい、ね、だって結構ね、俺何回か行ったけど朝、結構パンパンだよ、キャバクラ系のお姉ちゃんで。いやマジで、そういう人たちばっかりで、え、何？俺座るとこないかもみたいな、朝行ったのに。食えるなぁ。はい、じゃあ豚しゃぶラーメン。はい、来ました。豚しゃぶラーメン。あ、綺麗ですね。絵面がいい。あ、ありがとうございます。軽い妖精さえ言ってください。はい。どんな感じ？あれ？これ、もちろん牛骨ベースですよね。うん。あの元の味は知ってるつもりなんですけど、あの豚のこのね、あの分が溶け込む分、また別の、はいはいはい、こう牛とあの豚がぶつかり合って、こう新たな感じ。うん。あ、食べやすい。そう。ポン酢ラーメンとかやらないんですか？普段の営業中のやつもね。早速、いただきます。麺、肉、スープの相性もいいですね。うん、これで490円は結構安いんじゃない？激安だね。うん、最後まで楽しめた美味しいラーメンです。酒井君、大したもんだ。ありがとうございます。
はニンニク入ってないんだ。通常のやつはニンニク入ってんだ、そんなあれですよ、ドカンとじゃないですよ、あ、入ってるなぐらい、邪魔しない感じになってます。なるほど。坂井さん、あれ、このじゃあ朝限定っていうのは平日の、そうですね、月火木曜日、月火木曜日は定休日ですかね。あ、はい、あ、お店が水曜日はお休みで、あ、もうしばらく続ける。そうですね、結構関係もあったので、嬉しいです。俺また来ますんで、はい、本当に会社がね、休みの時じゃないと来れないんで。でも平日だからね、なかなか。そう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 、祝日もやるんでね、普通に。あ、祝日も朝も。祝日も朝もやります。あ、それは結構気やすいんじゃないね。ですね。すいません、ごちそうです。ありがとうございました。美味しかったです。はいはい。今後のゲストを。ごちそうです。そうね。はい。いやー、なかなか満足いく一杯でしたね。満足。朝もやるってね、すごいですよね。すごいよね、しかも500円で。戦友があんな頑張ってますからね、僕も負けないように頑張ってください。頑張って50になりましたんで、品が増えちゃった。ではでは、またまた。